翡翠さんはもうちょっとこういうところがいいと思うから歌をやったりとかもうちょっと同期の人と絡んだりとかした方がいいと思うよって言っても本人がでもなんか病んでてなんかリスナーがうんそうだねそれもわかるよでも頑張ろうね待ってる人もいるから翡翠さんのことを認めてくれる人のことをもっと見ようよはいわかりましたじゃあだからちょっと配信頑張ってみます翌日連絡なし2日ぐらい既読がつかない3日後鬼電したら出るはいいや寝てました起きてますはいいやちょっと配信しようと思ったんですけどなんかできないなんか押せなくてボタンが OBS の配信開始のボタンが震えて押せないんです翡翠さん大丈夫だよあ分かった分かったじゃあ一回誰かと一緒にやってみたりしたらどうかなこんな相談乗らなきゃいけないんだよ地獄じゃん